全力応援スポーツラバーズは、テレビ新広島で2015年3月28日から生放送されているスポーツ情報番組。2019年4月13日より毎週土曜日18時30分19時に放送されている。略称は、スポラーバ。当番組は、広島東洋カープ、サンフレッチェ広島などのトップス、広島加盟チームをはじめとする広島県内で、 活動するスポーツチーム、選手を取り上げ、その週の試合の振り返りや、他のスポーツニュースにはない斬新な企画を盛り込んで、この番組でしか見ることができないアスリートの素顔を紹介するスポーツ番組である。2015年3月28日より、毎週土曜日17時17時30分で放送開始された。なお、同枠の前身番組では、同局制作のバラエティ番組、 生きたがりーのが放送されていた。2014年度まで放送されていた朝の情報番組、知りため。プラスのコーナー、知りため。スポーツの後継番組にあたる。名古屋ドームで行われる中日広島を東海テレビマイナステレビ新広島の2極ネットとして放送する日は、キャスターの青坂、絹笠西山と解説者の3内が名古屋ドームにおき、 ドラゴンズ応援番組、ドラホットプラスの MC である、ミネリュータと東海テレビの上山まみアナウンサーや、山本まさ、井上和樹などの中日 OB 解説者と共に、ドーム内野席、または副音声放送席からの生中継という、形になる。2017年4月1日より、放送時間が5分拡大されて、毎週土曜日16時55分から17時30分となった。 2017年10月17日18時50分20時54分には、同番組の拡大スペシャルとして、全然全力応援レイカープ目指せ、日本一、スポラバ c S 全夜祭り SP が生放送された。なお、番組初のゴールデンタイムプライムタイムでの放送だった。2018年5月5日、ザ・アウトレッツ広島で開催された、全力応援スポーツラバーズプレゼンツ。 TSS 全力応援ステージで番組初の公開性放送を行った。この関係で同日のナイター中継の解説は、戸ましのケンが単独で担当した。2019年4月13日より、毎週土曜日18時30分19時となった。ありがとうございます。